ポカリスエットイオンウォータープレゼンツマグマンペイの後ほどサウナで皆さん整ってますかサウナ大好き芸人のマグマンペイですえーとですねあのこれね僕がね買っ 手にあのちょっと位置づけてると言いますかあの言ってることなんですけどもあの日本三大幻サウナというものがですねありましてあの今日はねその一つをちょっとねお話しさせていただければと思うんですけどあのいわゆるですね一般開放していないまあサウナ施設でお金を払って入るサウナ施設ではなく えー、特別な時期だったり特別な人が入るサウナというのがね、えー、全国に何個かありまして、ね、その1つがですね長野県にあるあのフィンランドビレッジっていうね、えー、ところにあるサウナというのがありましてこれどんなサウナかっていうとですねもともとあのフィンランドの各企業さんがですね、えー、と日本で働くフィンランド人のために、えー、保養所を作ったんですよね。 で長野の山奥東京から多分3時間半ぐらいかけて行った本当に山奥のところにこう湖がポーンとありましてで八ヶ岳を望めるんですよねでその湖を囲むようにフィンランド式のサウナが入れるコテージがこう乱立してるんですよねでこれがねやっぱりでもですね皆さん年に1回だけ一般開放する日があるんです。 これがですね日本サウナ祭りというですね日本最大級のサウナのお祭りというのがありまして、えー、毎年3月7日、えー、サウナの日に合わせてやってたんですけど今年はですすね初の夏開開催催9月に開催します、えー、8月の、えー、25日までですね、えー、抽選受付を、えー、まさにやっている最中ですのでもし興味ある方いらっしゃったら。 ぜひあのこの日本サウナ祭りもしくはサウナフェスジャパンとですね調べていただくと公式ホームページもありますのでチェックしていただければとちなみに去年は150ぐらいの枠でしたかね200にいってたかな250人ぐらいの枠開始4分で3000人以上の応募ありました超プレミアイベントです今年はあの先着順ではなく抽選受付になっておりますので25日まで、えー ぜひ今20日ですねあと5日間ありますんで是非ちょっと応募してみてください、えー、当番組も、えー、協力させていただいておりますので当日はね何か楽しいイベントも企画できればなと思ってますんで是非当日はサウナでお会いしましょうよろしくお願いいたしますさてこの番組は30分間まるまるサウナの話題に特化したラジオ番組です今週は漫画家の大町テラスさんをゲストにお迎えしお送りいたします えー、大町テラスさんといいますとね、えー、サウナ大好き OL の日常を描いた単行本「お熱いのがお好きを」を、えー、7月にですね発売されたばかりということで、えー、女性ならではのサウナの楽しみ方なども、えー、聞いていきたいなと思っておりますので皆さん最後までお付き合いくださいマグマンペイの「 後ほどサウナで改めましてサウナ大好き芸人のマグマンペイですそれでは今週のゲストを紹介しましょう漫画家の 大町テラスさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。漫画家の大町テラスです。ようこそ。後ほどサウナに遊びに来ていただきました。やっと来れました。ね、もうあの個人的にはもうずっとね、あのオファーをい時々ラインをいただいては断ってすいませんって。今日はね、あの調子が良くてフラットね、トークしに来ようかなっいう形たまたま来れました。いやありがとうございます。 ちなみに、あの大町さんと、僕が出会ったのって覚えてます。初めて。覚えてますよ。去年第三回日本サウナ祭りはい、はい。あれ、三回目になるのかな。えっと、ちょうどきょ去年の二千十八年の三月ぐらいにやったサウナ祭り、ねはいはい。さっきおっしゃってたスーパープレミアイベントになった。サウナ祭りの会ですね。そこに、あのー、マンペイは、あの、一応ね、そこで。 熱波シをね、はい、ええ、こう風を参加、えー、されるお客さんに送ってて、ね、<laughs> めちゃめちゃ働いてて、安定さんに <laughs> アホみたいにタオル振ってたでしょ。三日二日間でしたっけ？三日間っ。ええとね、二日間ですね。二日間ずっとどっかしらでタオルを振ってるか<う>なんか氷を運んでるかとかしてて、<laughs> そ<う>なんか最後塩が、うん 欲しいいってて言ながららかびるあの開催中はフードがねいっぱいおいしいのがいろいろ出ててもう皆さんそのねフィンランドのんかこうニシンの酢漬けとかねカレーとかねおいしい美味しいって言ってたんですけど僕はねもう塩しか舐めてなかった塩分の補給が間に合わず気の毒すすぎまね塩が一番うまかったでもまあそこでお会いして初めてトークさせていただいたと。 なんて働き者の、熱波師さんなんだって思ったんですけど。実は芸人さん。だそうなんですよね。僕はあの前々から、あの、ちょっと、あの、漫画家。を描かれていらっしゃるという、こ漫画。ね。漫画家を描いて。ます漫画家を描くっていうおかしいですね。漫画家を描いて。あの、漫画を描かれていらっしゃるということで。まあ、存じではいたんですけど、お会いしてトークさせていただいたのは、その日が初めて。そうですね。はい。実際、その漫画を通して、まあ、大町さんといったこね、サウナのこう、いわゆるこう。 気持ちよさというかね、はい、あの面白さっていうのをこうまあ不況と言いますかいいよって教えて頂い,いてると思うんですけど、はいはい、実際にそんな「あのおもテラス」さんがサウナに出会ったそのきっかけっていうのはどういういところだったんですか出会ったのは、うん、夫とスーパー銭湯とかにちょっとデート的なことでね行ってあのスーパー銭湯お風呂もたくさんあるけどサウナもあるじゃないですか、ね。はい、はい でまあ、お金払ってるし全部使ってみようっていう感じで入ってみたらあ,、うんうん、あな,んなんかがあるっていう感じがしたんです、えー、それはどこで <laughs> そのサウナ室で感じたサにやっぱ、うん、テレビボーッと見ながら長く入ってたら、はい、暑いじゃないですか、はい、で水風呂あなんか入れるなってなると、うん、あその後の外い 外気浴ですよね。水風呂上がった後のあの休憩外気浴ですね。休憩外気浴っていうのがまだよくわかってなくて、あの寝湯みたいなのに。ありますね。よくね。半分、あの外気に触れてるみたいな。水深五センチぐらい。そうです。そうです。そうです。背中だけほんのりあったかいみたいな。あれでなんかすごい気持ちよくなって。で、そこから茶道を読んだりして、あ。 なるほどねこういうことみたいなのがだんだん分かってきてっていう感じでどんどんんっていきましたそれい、えー、いつぐらいですかそれがね 2>,、うん、2年くらい前だったんでうん、うん、割と私本当まだまだはまりたてくらいですね。ちなみに、あのーまあ、そんな大町テラスさんが先日ちょうどねき昨日なんですけどね、はい、北欧っていうね、はい あの上野にある男性専用のサウナ施設に素晴らしい施設があるんですよね。手まりましてあの女性解放でっていうのサウナタイムさんっていうあのサイトの方たちが企画していてそれにあの参加したんですけどあのドラマのね佐渡のあのロケ地にもなってるホームサウナですねどうでしたかめっちゃ良かったですね何が良かったですか何が外気浴サウナでも全部良かった 全部全部よかった。っまずサウナがすいませんなんかちょっとおかしくなっ,ちゃった。あの思い出して泣きそうになるのやめてもらっていいですか。<laughs> もう入れない<除>もうしばらく入れないと思う。と悲しくなっていて。大好きなあの人にもう会えない悲しさみたいなね。気持ちですね。<laughs> ちょっと聞かせてください。<laughs> いやいやあのまずやっぱりサウナ室が暑いですよね。うん、はい結構ね設定は高い方ですね。はい、温度計で105度あったので。はい で、湿度も結構高めで、はい、体幹はもうちょっとありますねそこまで暑めなのってそんなにやっぱ女性向けだとないのでまずもう割と早めに蒸し上がる体がもういい状態で暑くなるんです、ねはいはい、でそれに対しての1 5六6度でしたかねの水風呂が。うん もうちょっといいですよね。<ー>ちょうど熱、熱、さと冷たさが。これ振り幅が。ちょうどいいと。えー、一発で、パチってくる感じ。うん、そこからの,あの、あの、広くて、うん、ビルの、あそこ六階の。なんか屋上っていうか、はい、吹き抜けみたいな感じのスペースになってるんですけど、はい、そこの。なんかビル。 ビルのねあの上の方の風が吹き,吹き抜けていくんですよね。はい、外気역スペースでね。それに吹かれるのがもうめちゃめちゃ気持ちよくて、はい、もう最高でした、えー。神イベントだったわけですね。最高でしたね、うん。定期的に開催。 やってまたなんかこういろんなね男性専用施設全国都内はじめ全国にもいろんないい施設が男性専用たくさんあるんでなんかこれをきっかけにね少しずつレディースデーだけでも一日だけでもいいから女性も楽しめる日が増えていくといいですね。ちょっとまんぺも2年前マルシンでレディースデーをね都内初で皮切りにやらせていただいたんですけどそれもちょっといつかねまたやれたらいいですね。 マグマンペイの後ほどサウナで改めましてサウナ大好き芸人のマグマンペイです今週はサウナ大好き OL の日常を描いた単行本お熱いのがお好きを発売されたばかりという大町テラスさんをゲストにお迎えしお送りしております大町さん引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします ではここからは大町さんも一緒に参加してもらいながらレギュラーコーナーに参りますポカリセットイオンンウウォータータプレゼンツみんなのサウナーこのコーナーでは「サウナあるある」や「こんなサウナがあった私だけのサウナの楽しみ方」など皆さんのサウナにまつわるエピソードなどを自由に募集しております。 えー、今週もですね、えー、届いた投稿をちょっと紹介していきたいと思います匿名希望さんこんにちは今マルシンスパに向かう京王線の中ですおお外が暑くて体調が悪くなりかけてましたが YouTube で「後ほどサウナで」を聞いていたら体調が復活しましたサウナ入る前に整いましたありがとうございます これはこちらがありがとうございます。<laughs> 嬉しいですね。嬉しいな。<ー>ええー。あでももうこれは本当にあの妙利に尽きると言いますか。サウナ入れない、えー、もしくはこうねあの移動中に整ってほしいなっていう思いがあってこのラ,ラジオをさせていただいてるんでこれ嬉しいですね。アンペートークで整っちゃった。ね 整ってこれマルシンには行かなかったのかな <laughs> <laughs> マルシンには来てほしいですね <laughs> ああ嬉しいですね励みになりますありがとうございます、はい、さあそしてツイッターネーム松屋さんサウナにはまってすぐの頃はハードセッティングを追い求めるようになったがしばらくするとマイルドセッティングの良さにも気づき回帰してくる あこれはねわかる。これはありますね。ありますよね。ある<ー>。<春>やっぱこうサウナ熱がこうね高い時はやっぱりこう。そう,、ね、そうぬるいぬるいサウナがぬるいとか水風呂がぬるいとかね <laughs>、うん、言い出す時期があるんですよね。ねありますね。でももうなんでもいいです。なんでもいいそうそうなんですよね。<laughs> でもこれ何種もしますからね。そうですね。あの時々本当に何年も入ってたら時々急にこう。 ハードセッティングのとこちょっと行ってみようとか思う時期もあったりとか。うんうんうん、そうそう、いいところ行くとやっぱいいな暑いといいなって思うんですけど、まあなんかホームのねなんかまあそこそことこ温度のとこ行っても、うん、それはそれでいい、ね、みたいな。ね。 やっぱここがベストとかいろんなところで思ってますよね全部ベストなんですよね,すよね最終的にみんないいんですよねこれをでもこの自分なりの楽しみを見つけた人はやっぱりこうサウナを楽しめてる証拠かもしれないですね,そうですねセッティングどうこう周りがどうこうよりもねそうそう整ってきてるぞっていうね,、うん、ねサウナの楽しみ方整ってきてますっことですね <laughs> これね松屋さんね <laughs> そうですね、えー、いい状態です、はい、ありがとうございますい、えー、もう一つぐらい、えー、言っておきましょう、えー ツイッターネーム、えー、4n5 さんこれ英語表記でいいのかな 4n5 さんかなうん、えー。サウナ室でこれ最終セットでと思っていても水風呂でこの感覚をもう一度とセット数が日々上積んでいく <laughs> あ,ありますねわかるなるやめられない、ね、やめられない 気がついたらカリッカリ、うん、そうですね <laughs> 結構疲れますからねもうあのー、これで終わろうって思って、はい、もうあのー、本当に終わろうと思った時はもう館内儀も タオルも,ね、もうあのボックスにもうちゃんと入れてはい、はい、最後のサウナーセットいった方がいいですね <laughs> そ,うそ,うそ,うそうですね,ねそしたらもうあとも,、ね、もうあとは服着替えるだけですからね一回、ねうんまあ、あの捨てる時に俺何回も見たことありますけどあの缶内ぎをボックスにこう捨てるじゃないですか、はい、それをこう振りかざしたまんま「あ」ってやってるおじさん何回も見たことありますよ <laughs> 悩んでると思って。分かるでも分かる。これはね、回数決めて入ないとね、もうどん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 住んじゃいますね。そうね。帰れなくなっちゃう。いや、これ分かる。なありがとうございます。ちなみにありますか、大町テラスさんの。あるある。サウナあるある。サウナあるあるや 女サウナ室主に怒られがち、ね、ああ、それどんな感じで怒られるんですか、はい、怒られるというか何なん,なんて言われるんですかあーなんか私が怒られたのは水風呂で入る前に水をかけてったんですけど近くにいた人に水がちょっとかかっちゃったらしくて向こうでやってって言われてえー、えそんなトーンで結構そうですねっ、えー、て。 出ってと出って言われるんでる、私もかぶせ気味に <laughs> すみませんっつって早い出ってあの <laughs> 去ります。ちょっと待って謝り慣れすぎじゃないですか。<laughs> もうかぶせ気味に謝るなら早い方がいい,い。早い方時間を置くより、はい、もう定説ですからね、えー、これは炎上とかでももう。<laughs> もうすぐ、すぐ謝った方がいいですからね。慣れすぎだよ。へえ、そっか、もうちょっとね、優しくね、言ってもいいけどもうでもさ、その人も、多分その主の方も、もうそんだけのスピードで言えるってことは、ずっと見てるってことじゃないですか。結構ね、監視してます。ねその、水をかけてるかどうかも見てるし。あの、跳ねないかどうかも見てる。利用客の人。は大町さんだけじゃなく、全員を見てるってことでしょう。その人観察してると、こう目を。 光らせてるっていうのがわかるんですそれさその人 <laughs> 全然整ってない <laughs> 整ってないですね<ー>でも愛してるんですよね多分そ。そ,ね、サナかその施設を綺麗に使いたいがためな快適 性を保ちたいがためにあのルールを多分設難しいですよね。難しいですけどね。このテーマだけで1時間まるまる喋れますよね。長くなっちゃうからね。ちょっといつかちょっとどっかでトークイベントしましょうか。そうですね。しちょっとやりましょうね。そういう主の方もあの出演後以来ちょっと僕がしてみます。朝まで生討論のイベントね。ぜひやりましょう。はい。ありがとうございます。 そして先ほどもお話しさせていただきましたけども、はいえー、先月7月にですね、はい、初の単行本「はい、お熱いのがお好きを」を、はいえー、発売されたということで、はい、ありがとうございます、まあ、僕も、あのー、すぐ書店に行きまして読ませていただきましたけどもいありがとうございます、あのー、ざっくり、あのー、この単行本の、ねまあ、内容の説明をさせていただくとバツイチこなしのですね。はい、はい 33歳の,この女性がでまあサウナに、えー、こう入って、はいえー、帰りにビールを飲み干せばまあまあいっかと、はい、まあ日々の,この悩みだったりとかね、はいえー、思うことで落ち込んだりとかするけどもこのサウナの楽しみがあると。 まあ単純にこう気持ちもいいしあの悩みが解決しなくても生活もこうちょっとね気持ち的に上向きになるかもっていう読めば読むほど、えー、<laughs> 気持ちいい漫画でございます,、はい、すありがとうございます、はい、ありがとうございますその通りです合ってますでしょうかありがとうございます、はい、これあのー、主人公がこのねマミちゃんという33歳のね、はい、女性の方なんですけど、はい、これはやっぱりイメージとしてはこの 大町さんご自身ってもうそうですねちょっと前の自分をイメージというかモデルにして創作も織り交ぜながら書いてるっていう感じなんですけどなのであの結構自分に近い人が主人公なので、はい、すごい私の実感に近いことを書いてますね。うんこれね あ読んでいただいた方も多いと思うんですけど、はい、やっぱこれね漫画のこの素晴らしいところ、はい、俺ねいいなと思ったのが、はい、ある意味ねこうねもうおっぱいをねこれいやらしい意味じゃなくてですよおっぱいちゃんと描かれてる丸出しじゃないですかおっぱい丸出し、ね、俺これねちゃんとね、はい、あの描写してるっていう部分ではすごいいいことだなと思っててよ,よかったですあ,のある意味こうね 大町さんだからこそ、はい、女性だからこそ描けるものじゃないですかそうですすかそうね男性が描くとやっぱどうしたってちょっと、ね、どが描いたのかっていう目線がね少し入ってしまうと思うのでですよねうんこのラジオのゲストにも何回も来ていただいてます、まあ、サウナ大使でもある漫画家の田中克樹先生よね克樹さんも、あのー、この単行本の帯を描いて頂い,いて、はい、推薦文をね何て,、うん、て書いてたんでしたっけ おっっぱい丸出しで整ったとこれ私あの事前にメールで勝木、うん、さんからお微分だきましたって担当の編集の方から、はい、いただいて、うん、メール開いた瞬間爆笑してししてままいたでもやっぱ男性からしたらもう勝木さんなんかはね、まあ、佐渡漫画でね書かれてますんで、はい、より強くやっぱり思ってた部分 そうなのかもしれないですね。すね女性を描く時のこのおっぱい問題、なんか女かけていいねみたいなすごい加津木さんにも。 何回も言われてたのでう素敵だなこれはねもう男性も、あのー、おすすめしますけどぜひ女性を、ね、の読者の方、まあ、サウナちょっと興味持った方なんか読んでいただくとサウナの入り方も、えー、書いてますしちょっと面白いかもなーなんていう心の,この作用も、えー、垣間見れる漫画になってますのでぜひ、えー、チェックしていただければと思いますけども。<laughs> さあ、えー、そして、えー、初の単行本「お熱いのがお好き」を、えー、出された大町寺さん今年から本格的にね、えー、漫画家として、えー、歩み始めたということなんですけども、はい、今年まあもう半分過ぎましたけど、はい、今後のこう展望なんか予定なんかありましたら今後はというかえっ、ー、と7月から、はいえと「女性セブン」 そういうあの週刊の女性セブンの方で格、はい、週でなんですが、うん、マニマニ道草という、うん、あの連載をスタートしております。はい、はいはい、これどんな内容になるんですか。えっとですね、四十代後半、まあ、あの子育てを終えた女性がえっと子供と離れて自分の人生を考えていくっていう話なんですけど、まあそのなんかこ子育てって大きい仕事が終わった後で。はい あのポカンと空いてしまった時間を何にしようみたいななんかこう子供に執着するんじゃなくて、はい、自分の時間をなんかどうやって楽しんでいこうかなっていうことをあの書いていく話です。それさ、はい、もうサウナじゃない？なですか <laughs> サウナなんですよ。<laughs> サウナじゃん。まあ、実際サウナに行く話とかも、ね、あテ、うん、ントに行く会とかもあって、<ー>一人でぼーっとして。 あいいなっていうね時間を持つっていうま、うん、あなるほどな言い換えればサウナ、ね、そうですね心の整え方を描いていく漫画ってことですもんね、はい、そうですそうですまあ最終的にはやっぱりこうサウナ室にいなくても心が整うようなねそうなそう生き方をしたいですねそうですねはい。 ぜひこのまにまに道草もチェックしていただければと思、はい、よろしくお願いします。まよろしくお願いいたします。はい、そろそろじゃあねエンディングの方行きたいと思います。はい、まああの最新情報は大、えー、町テラスさんのツイッターの方でも、はいえー、上げてますんでね、はい、確認していただければと思います。はい、はいはいはい、ということで今週のゲストは漫画家の大町テラスさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。 マグマンペイの後ほどサママ。サウナで。ママサウナで。お送りしてきました。マグマンペイの後ほどサウナで。今週はサウナ大好きオーエルの日常を描いた単行本。お熱いのがお好きを発売された。 大町テラスさんをのね、まあ、このトークの内容もですけどもやっぱり声のトーンとかねまた雰囲気もすごいこう整ってる方だなと思いましたけどもね本当にあのこの単行本お厚いのがお好きあのめちゃくちゃ気持ちいいんで読んでて気持ちいいし。 入り方もね本当にあのー、描いてますしあとは皆さんこうお持ちのこの心のね、えー、ぽっかり開いた穴だったりとかモヤモヤっていうところもね共感する部分たくさんあると思うんで一度是非読んでいただけたらなと思いますそして、えー、マニマニ道草も、えー、されていらっしゃるということなんで「女性ンですね、えー、チェックしていただければと思いますので是非お願いいたします。 えー、そしてなんとですね、えー、ゲストの大町テラスさんからですねサイン入り単行本「お熱いのがお好き」をですね、えー、いただきまして、えー、抽選で2名様にプレゼントさせていただくと大町テラスさんありがとうございます、えー、応募の宛先はサウナ −mro.co.jp まで、えー、お送りください えー、番組のね、えー、感想だったりとかサウナへの熱い思いをね添えて、えー、送っていただければと思いますので、えー、応募はですね8月の27日まで、えー、受け付けておりますのでぜひ皆さん、えー、応募の方をお待ちしております。そして引き続き、えー、番組の感想だったりとかですね、えー、皆様のメールもお待ちしておりますのでそちらもよろしくお願いいたします。 また番組ツイッターでもエピソードをお待ちしておりますぜひハッシュタグ後ほどサウナででつぶやいてください、えー、また番組は YouTube でも聞くことができます YouTube でマグマンペの後ほどサウナでと検索してくださいということでお相手はサウナ大好き芸人マグマンペでした今日もサウナに向かいたいと思いますそれでは後ほどサウナで